皆さん、大変長らくお待たせいたしました。ちょっとね、寒くなってきましたね。あったかい格好でお楽しみいただきたいと思います。さあ、それでは、続いてはチェリッシュの皆さんのステージをお楽しみいただきます。チェリッシュは福岡を拠点に活動中のアイドルユニットです。結成1年足らずで全国ツアーを成功させ、先月には3枚目のシングルをリリースされました。さらに同時に発表いたしました新しい衣装のプロトタイプに身を包んで、今日は攻撃型ライブアイドルチェリッシュのステージをお楽しみくださいということです。さあ、どんな衣装で登場されるのか楽しみです。では皆さん、カメラのスタンバイはよろしいですか。それではお呼びしますよ。チェリッシュの皆さんです。お願いします。ファイティング、
ね、いろいろと、はい、何分の電車だったっけ。なんか忘れたけど23分の電車で来た方いると思うんですけど、本当はその電車に乗ろうとしたんですよ。だけど間に合わず、もうめっちゃ高いドアが閉まって進んだ。でもなんかね、こんなね、めっちゃなんかバタバタ来たんですけど、あのファンの方がね、あるあるわいわい劇場さんから一緒に来ていただいてね、手伝ってもらって荷物とかいろいろ、タオルとかめっちゃ落としたんですけど、もう拾ってくださって本当に助かりました。はい、私たちその、ね、写真も楽しみにしてるんで、ぜひ、はい、ツイッターの方に上げてください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。見た方もね、ぜひツイッターの方をフォローしてくれたら嬉しいです。はい、はい、お願いします。お願いします。お願いします。そして、はい、しゅるさん、はい、次のチェリッシュのライブは明日22日バイバイスクールさんと、これは観覧無料です。はい、そして23日あるあるシティさんでライブがあります。イエーイ。はい、22とか明日とか観覧無料なので、皆さんぜひ来てください。待ってます。待ってます。はい、そしてですね、この後無料握手会とグッズ販売があるんですけど、どっちかなテントで、テントでグッズ販売と無料握手会をやっているので、皆さんぜひ来てください。はい、まあ握手会だけでもいいんでね、参加していただきたい。